ちはマイリンです。私は福岡県の神社といって思い浮かべるものは学問進む厄除けの神様として有名な太宰府天満宮、大しめ縄と大太鼓と大鈴が圧倒的な存在感を放つ宮地岳神社なんです。大しめ縄と大太鼓と大鈴がある宮地岳神社、神社から海へとまっすぐに続く参道も絶景で、多くの参拝者と観光客でにぎわっています。アジサイは初咲きから花の終わりまで土壌や空気中の酸によって紫色を基調に七色に変化します。アジサイは咲き切った後に花びらを散らしもせず色を失ってしまうまでじっと耐える姿は奥ゆかしく感じます。ちょうど梅雨の時期に雨の音に耳を傾けながら宮地岳神社へ訪れると、青や紫、ピンクのひときわ輝きを増すアジサイに何とも言えない情緒を感じました。日本航空のコマーシャルや映画ニコッチャ県のロケ地として使われました。2016年初頭、日本航空のコマーシャルではアイドルグループの嵐が石段から光の道を眺めるというコマーシャルを放映しました。2017年に制作、2018年に一般公開された日本映画ニコッチャ県は、福岡県福津市の宮地岳神社を舞台に、将来の夢や希望を持たないアルバイト巫女の主人公がある日神社に現れた少年との出会いを通じて成長する姿を描いています。日本航空のコマーシャルでは、アイドルグループの嵐が美味しそうに食べていた餅は松がい餅なんです。松がい餅は宮地岳神社の社紋三貝松の型がついていて、種類はたくさんありました。松がい餅、抹茶餅、ごま餅、よもぎ餅、桜餅、磯辺餅、みたらし餅、きなこ餅がありました。熱々でカリカリで中はしっとりしていて香ばしい香りがしました。私は松がい餅とよもぎ餅を食べましたが、今度行くことがあれば他の味も食べてみたいです。福岡県といえば観光はもちろんのこと、グルメの宝庫なんです。もつ鍋や水炊きなどの鍋料理、お寿司、餃子、明太子、焼き鳥など絶品グルメがたくさんあります。またいつか福岡県へ行って絶品グルメを堪能してみたいです。とても楽しい旅でした。もし気に入っていただければチャンネル登録よろしくお願いします。